名古屋大学駅は、愛知県名古屋市千草区四谷通りにある、名古屋市営地下鉄名城線の駅である。駅番号は、M18。名城線南部駅、ストム区名古屋大学管区駅が管轄する駅であり、茶屋笠駅から、矢後と日赤駅及び、総合リハビリセンター駅、新玉橋駅の各駅を管理している。駅が、名古屋大学の構内にあるという全国でも珍しい。 駅の一つである。2003年に開業した。当時は終着駅であり、一番ホームは乗車専用、二番ホームは降車専用として利用されており、到着した列車は一旦駅南側の留置線に入ってから両渡り線を通って折り返していた。新玉橋駅までの延伸開業後は、この留置線は本線の一部になっている。現在でも、 大曽根方面からの最終列車は、当駅止まりである。2004年には、新玉橋駅までの延伸区間が開業し、名城線の環状運転が開始された。なお、本駅開業前は、名古屋大学に行くには、地下鉄東山線、元山駅が、最寄り駅として利用されていた。現在も元山駅で乗り換える利用が多い。プラットホーム島式一面二線のホームを持つ。 地下駅。駅の北側で名古屋高速2号東山線と地下で交差しているため、ホームは比較的深いところに位置している。駅は名古屋大学の構内に位置しており、改札口には同大学の電光掲示板が設置されている。名古屋大学地下鉄開業前は名古屋大学前という名前のバス停であった。開業後は、 桜山経由の金山駅業のバスが妙見調発に変更となるなどバス路線が減少した。2019年度の乗車人員は382万6535人。同年度の1日平均乗車人員は1万455人である。近年の年度別乗車人員の推移は下表の通りである。交通広告メディアガイド2021年版。 名古屋市交通局、2021年4月4日閲覧。名古屋市広報第1202号、P702ABC 地下鉄、各駅乗車人員の推移名古屋市。ありがとうございます。